みんな沖縄のせんべろすごいって知ってる？基本的にお酒は2杯以上、泡盛やハイボールなら3杯も飲めてしまう。那覇でよく泊まるヒューイットから徒歩2分くらい。ママがとっても美人な居酒屋椿で乾杯。ダイビングライセンスのために5日間の禁酒明け。学生じゃないよ。もう27歳です。25歳。これ食べたいってことか。テビチ？テビチじゃなくて鳥だな。これが沖縄のおかんの味か。トロトロの鳥が美味しくてビールが進む。せんべろには1時間のリミットがあるので、1時間の間に最低2杯は絶対に飲む。5日ぶりのお酒、うまい。じゃあもう本当にダイビングで一生懸命だから、回るね。本当に回れば。店内には懐かしいナメネコがいたり、本物のナメコミーちゃんがいたり。全然飲むんだな、ミーちゃんはな。沖縄のせんべろすごいが沖縄の猫もすごい。かわちい。結構酔っ払った状態で大好きなストリートブランド FR2 の沖縄限定ショップに行ってしまい、アクアチッタ超かわいい水着とオソロッチの服を買ってしまいました。みんなも沖縄のせんべろには気をつけてくださいね。